こんにちは。今日は青森市産の夏野菜をご紹介するということで、市内の産直施設や直売所もありながら食材を調達して夏野菜カレーを作ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず訪れたのは青森農協本店にある直売所。ここでは市内の生産者さん自慢の旬の食材が数多く並び、朝早くからたくさんのお客さんでにぎわっています。カレーといえばね、メイクイン、あ、あったこれメイクイン、これがいいっすよね。じゃあこれちょっと買いましょうかね。結構ね、ミニトマトもなんかいろんな色あって、これも面白いかななんて思いますけどね。定番のトマトかな。こんなにいっぱい買っちゃいました。じゃあ次はちょっと変わった食材を調達しに行ってみたいと思います。はい、続いてこちらベジタブルショップ宇都宮さんの方にやってきました。こちらにはですね、珍しい野菜がいっぱいあるということなので、ちょっと調達したいと思います。青森県内の野菜や加工品に加え、西洋野菜や伝統野菜などのスペシャリティな青ベジ野菜も販売しており、連日多くのお客さんでにぎわっています。コリンキー行ってみましょうかね。コリンキー、ケール、ケールありますね。ケール行ってみましょうか。ケール、はい、というわけでこちらの珍しい野菜も購入しましたので、夏野菜カレーに入れちゃいます。さて、それでは食材を紹介をします。馴染みのあるトマト、ミニトマトにナス、ピーマン、玉ねぎ、じゃがいも、人参、マサラコーン、ニンニクに加えて、珍しい野菜のズッキーニやケール、そしてコールラビ、コリンキー、使用する夏野菜はなんと13種類、さらにリンゴ、八甲田牛、そしてお米も加えた合計16種類の試産品が織りなす華麗なるハーモニーをご覧に入れましょう。はい、完成しました。色とりどりの野菜がカラフルで夏らしさ全開ですね。ではお味の方も見てみましょう。いただきます。これね、カレーなんだけど、これさっぱりとした、ね、味わいで、これスイスイいけちゃいますね。これ夏野菜ってね、やっぱみずみずしさがね、売りですから、それはね、もうこうブワーッと伝わってきて非常に美味しいです。うまいな、これは止まんないですね。皆さんもぜひ市産品を使ったレシピでお楽しみください。ではまた、さよなら。